なかなか手に入らないものを一生懸命探して見つかったら最高に嬉しくなる。世界一高いコーヒー、美味しいかな？皆さんこんにちは、ラナです。コーヒーは好きですか？私はコーヒーを飲み始めたのは6、7年前。その頃からコーヒーの味や豆の種類のが少しずつ分かってきました。最近不思議なコーヒー種類を発見しました。本当にびっくりした。世界で最も高価とされるインドネシア産のコピルアク。コピルアクとはジャコネコのクソから取れれる未消化のコーヒー豆のことです。コピルアクはコーヒー愛好家の間で死ぬまでに一度は飲みたいと言われています。希少価値の高いコーヒーです。コピルアクはやはり飲んでみたいですね。本当になかなか手に入りにくいものですが、東京で一つコーヒー屋さんを見つけました。今日は一人ではなくゲストも呼びました。こんにちは、コーレちゃんです。こんにちは、お久しぶりですね。久しぶり、8年ぶりです。おー、マンツール、こんにちは。私たち、うん、初めましてではなく、もうコーレちゃんは8年前に1回会いました。撮影でね、会ったことあります。マンツールは、そう、よくドラマやこれ映画など一緒に働きます。コリちゃん、マンツールちゃん、簡単に自己紹介よろしいですか？誰から自己紹介？もちろんコリからでしょ。コリちゃん、はい。なんか緊張してるよ、あなたからにしようよ。あなたからだと私次はなんか楽。ちょっとマンツールから。はい、マンツールです。なんか昔からラナちゃんのことを知ってて、なんかこの前は声かけて一緒になんかコラボしようかなと思ってコラボに呼びました。で、コーリちゃんと私は他の YouTube やってるけど、今回3人でやろうかなと思ってます。みなさんこんにちは、私はコーリと申します。モルドバから来ました。モルドバという国はとても小さい国ですので知らない方が多いと思いますが、それでちょっとだけ簡単な説明します。ウクライナとルーマニアにあるモルドバ、とっても小さい国です。あそこから日本に飛んできました。コリちゃん、コンサルちゃん、コーヒーが好きですか？コーヒー大好き。あ、よかったです。今日は本当に少し不思議なコーヒーを紹介したいと思います。そうなの？そのコーヒーは世界一高いコーヒーです。あ、そうなんだ。どこにある？コピーロアクというコーヒー、飲んだことないですか？ない、初めて。ないね、初めて。聞くのも初めて。あ、悪いけど、飲んでからどんなコーヒーとか。多分聞いたことある気がするけど、まあまあまあ、OK、わかんない。OK、まだ何も言わない。何も言わないでください。人生で初めてコーピーロアクを飲みたいです。行きましょう。あと何分？ここすごい近い。これ10分しかかからない。歩いて10分。違う、コリコリ。やだー、コリ10分だけです。コリ10分だけ話して、歩きながら話したい。そう、コリ今日だけ10分歩きましょう。ちょっとだけ。10分は近いよ、すぐできるよ。そうですよね。 OK、 行きましょう。何、歩きづらい？コリお腹いっぱいだからあんまり歩きたくない。違う、逆じゃない？まあそう、逆だけど、なんか今日はちょっとタクシーで行こうかなと思った。マンスールいつもそうでしょ、私たち。私マンスール 800m でもタクシー乗って行く。うっそー、タクシー乗ればよかったのに。でも一つの問題は、あ、持ち帰りしかできない。ここで、あ、持ち帰りしかできない。そう、持ち帰り。お店で飲めないの？あ、飲めない。それは本当に、熱くてコップで出してくる。そう、どういうコーヒーなんですか？メジコーヒー。私同じ、いたことないし、本当にごめんなさい、コリちゃん。そんなにゴージャスな場所なところではないし、いつも行くと、二人はお魚さんや多いですね。ここで、なんか、魚さん？魚さん。あ、じゃあ本当の市場行くということ？あ、なんか、そう見て。こんなところにあるの？すごい狭いところ。そう、狭い。ここ私初めて来た。私も初めて。私も。お構いなし。ちょっと戻って、なんか右に行けば大丈夫。
白そう。面白いよね、ここ。面白い。コーヒーいっぱい入ってる。小さい店ですね。ここなんだ。コーヒーロワークあるかどうか、すごい心配になっちゃった。ごめんね。入ってくれた？すいません。ごめんなさい。あ、コーヒーロワークありませんか？コーヒーロワーク。コピーワークはちょっと今日今はないんです。はい、お正月あのニューイヤーの時に出してるんですけども、あまり手に入らないですね。あ、そう、お正月だけです。そうなんですよ。コピーワークは実は何でしたか？あのジャコネコのあの糞からを採取する。糞から？糞から？そうの本当、そう、これ本当の話。水彩一位一番高い。ヤコウネコに食べさせて、フンから採取するんですけど、はい、あの体内にこう発酵されるのがまず一つと、あとあのコピルアック、あのルアック君があのジャコウネコがこう完熟したお腹の中で完熟して、そこからで。そう、そんな考えあるの。あ、でもそうそう。コピルワークはここから本当に残念。でも、コリはどう？私はもしあの、飲んで美味しかったら、もちろん全部飲んで、最後にあれで作ってるって言われたら、わかんない。多分すごい。がっかりというか、うん、そんなに美味しいコーヒーこれでできてるのか。ねえ、ゾウさんの糞から出て。でもね、自然は私たちね、土から全部出てるから、うんうん、もう、なんていうの、ゾウでも何でも一緒だから。そう、同じものだから。もしかしたらいいから、コピラークマシン、これ、怒ってる。何それ。でも絶対この。どうしたい？今日頼んだのどれ？あ、今日は私たち、おかわり、これ、ジャマイカ。あ、ジャマイカさんの？ジャマイカさんの値段は多分、もう少し安いと思います。ジャマイカ飲んだことある？ジャマイカは分かんない。はい、私もジャマイカも。でも値段はコーピーラックと変わらない。はい、少しだけ変わる。ヨーロッパでいいレストランでなんか100ドラ近いになる。でもすぐ売れるでしょ、あれを履いたら。いや、さすがにやっぱり値段がとにかくすごい高いんで。どのぐらい？いくらですか、このうちだと。あのちょっとサービス価格で950円で売ってるんですけど。これはまだ安いこということ？通常だと多分1000円以内で飲めるお店っていうのがもうほとんどないですね。一応飲みたい。いや、でもこれからレストラン、行くレストランにこのコーヒーあるかどうかちょっと聞いてみよう。そうね、ほんと初めて知ってた。やっぱり初めてのことを知るとすごい幸せで、ね、やっぱり飲みたくなったのは飲めた。私も飲めた。飲んだことない。ないない。私も初めてです。あ、そうなの。マッスルだけかしら。あ、違う、飲んだことない。マッスル飲んだことない。ジャマイカ、ジャマイカのコーヒー作り方です。え、ちょっと香りいいですか？はい、どうぞ。うわ、これすっごい強い香りするよね。あ、そう、いい香り。いい、すごい香り。ジャマイカも美味しそう。でもジャマイカコーヒーも飲みたくなりました。ね、ジャマイカコーヒーも絶対美味しい。喉乾いたよ。いつもコーヒーを1日私1杯しか飲まない。そう、ほとんど1杯。たまに2杯も飲むけど、ほとんど1杯。で、私今日はこれで2杯目になる。マンツーロ待てた。ドートルで朝で一人でコーヒー、それの半分飲んで。そうですね、私の道具やる前、コーリーちゃんのためにも動画撮影しました。ぜひコーリーちゃんのチャンネルも見てください。遊びに来てください。コーリーモルドがリンク貼ってきます。お願いします。ぜひチェックしてみてください。遊びに来てください。マイクちゃんと一生懸命頑張って皆様のために楽しい動画をいつも作ろうと思っています。ぜひ遊びに来てください。お願いします。でも最近は2人の動画多いなっちゃった。最初はコーリーちゃんはストーリーだけでしょ。なんか最初は、そう、でも今は2人、うん、もうなんかコーリーモードじゃなくてコーリーマンソード。でもみんなはなんていうの、コーマン、あ、コーマン、コーちゃん、マンちゃん、あ、コーちゃん、マンちゃん、チンポンカンポンなんかみたい。いい、かわいい。ドメンジェリー、ドメンジェリー、あー、チップンデル、チップンデル。なんか時間かかりそうですね。
しょ、なんか2分入れるのに2分かかります。あ、そう、2分入れ始めてから2分。この全部このコーヒーの種類は手に入るのはすごい難しいじゃないですか。難しいだって結構変わった種類ばかりだから、あの中には難しいのもあるんですけど、仕入れるのがねえ、なかなか入れないでしょ。ただあのそうですね、あの珍しいものは多いですね、うち。イピラアクは本当に飲みたいですね。そうですね。でもなんか他のお店とかありませんか、知らないと。ご存じですか。あんまりあの普段から置いてあるところってあんまりないんじゃないかな。飲んだことある？もちろんもちろん。どう？なんか教えてください。いや美味しいんですよ。すごくコクがあって美味しいんですけど。どのかどの味とか。なんかあのそういうこう食べて踏んでっていう経緯を考えると、むしろこうすごい綺麗な味がするっていうか。うん、結構クリアな。牧場の匂い？いやいやいや、そんなことなくてもっといい香りがする。香りがやっぱりちょっと独特で、まあよく言われるのがちょっとムスクみたいな香りとかって言われるんですけど。でも塩ガス。うん、ここもお店、ぜひぜひ。そういや私もすごいあのこのコーヒーぜひ飲んでみたい、うん、あの美味しいと思う。あるのも知らなかったそうそうそう、うちはあのちょっとまあ、 あの縁起物っていうかちょっとこうおめでたい飲み物っていう形でお正月を出してました、ね、あそんなに手に入りにくいですね、はい、残念です。でも今日は本当にもうジャマイカポータもそんなに見たことない。あの普通のブルーマウンテンはあのよくあるんですけど、で普通の芸者っていうのもよくあるんですけど、うん、あのジャマイカのブルーマウンテンの芸者っていうのはすごく珍しくて、あそれはブルーマウンテン、そう芸者ピールワークよりも今だと手に入りづらいかもしれない。私たち逆ラッキーかもしれません。すごい珍しい、本当に珍しい。多分あの今のあの分がなくなると来年同じものちょっと仕入れられるかわからないんで、それもっと難しい、はい、私たちラッキー、本当に手に入りにくいコーヒーを今日飲んでみたいです。珍しいコーヒーありがとうございます、はい、ありがとうございます。いただきます。ちょっとだけ飲んでみたい。あ、ちょっとね、大丈夫よ、飲んでみて。飲みやすいと満数、今までこんなコーヒー飲んだことない私たち。私なんかおいしい、あんまり苦くなくて、ちょっとこうどちらかこれストレートでしょ、うん、何も入ってないし、もうすごいコーヒー香りはとってもいい。何を言えばいい、苦くはないよね。苦くはない。でもどうしてゲイシャーコーヒー、ゲイシャ、もともとはエチオピアのゲシャっていう町の村か。あ、町、そうゲシャっていう村の名前なんだけども、ゲイシャじゃなくて町、それがこう中米に行った時に、あのパナマとか、あこれはなあの町の名前、あの京都にいるゲシャじゃなくて、あのエチオピアのゲシャっていう村 の名前が中米でこうなまってゲシャになった。すごいですね、ジャマイカ。美味しい。マンスー、うん、はい、いただきます。ありがとう。こっちごめんね、忘れてしまった。マンスー全然全然すごい。皆さん明治カフェぜひ皆さん来てください。あとお正月。そう、お正月のコーヒー。あとまたこのジャマイカというコーヒー、もう少しだけ。もう少しだけ。少しだけ。だからぜひチャンスあります。はい、乾杯。乾杯。ありがとうね。あなたのおかげ、ラナちゃん。今日は私はこのコーヒーあるのは知りました。マスちゃんもね。本当にありがとうございます。真面目。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。美味しかった。美味しかった。ありがとう。すごい、本当にいい香りするでしょ。うん、どう、教えて。本当に美味しい。いや、これは知らない方に本当におすすめ。今まで飲んだことない香り。そう、なんか味面白い。やっぱ作り方も黒だったね。なんかすごい綺麗でした。本当に美味しいコーヒー。ただ持ち帰りになるけどね。そう、でもそれでも面白いじゃん。ここ私は一日はコーヒーいっぱい飲むと体にいいと言われてるから、そしたらここまで来てこのコーヒーを買って一日いっぱい飲めば、これ本当に体にいいと思うよ。これ、ね、そう、このコーヒーなら絶対健康にいいと思いますよ。あの血の流れサラサラになるらしい。一生懸命探して見つかりました。この店でコピールワークあるみたいです。石川町の喫茶店ポーチコーヒーは豆の種類が豊富。
さんコーヒーの種類があります。一番高いもちろんコーヒーロープです。1500円です。いただきます。人生で初めて一番高いコーヒーを飲みます。うん、美味しい。本当に飲みやすいコーヒー、バランスすごくいい。ジャコネコさんのおかげでコーヒーがとてもマイルドになっています。うん、美味しい。飲んでみて本当に美味しかったですか？私はやはりジャマイカ原種法が美味しかったです。だからコーリーちゃん、マンスールさんラッキーかもしれません。でもいつか横浜にいるとぜひ飲んでみてください。皆さん最後まで見てくださって本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。コーリちゃん、マンソちゃん、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。そんなに初めての体験でラナちゃんのおかげ、今日はあの美味しいコーヒーも飲めたし、場所まで連れて行ったし、あとごちそうもしてもらったから本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ本当に一緒に飲むともっと美味しくなる。そうね、そう、本当に今日のコーヒーは今まで飲んだコーヒーの中で一番美味しいかもしれない。本当本当すごい美味しい。本当に美味しいです。ぜひぜひおすすめおすすめ。本当にコーリちゃんのチャンネルをぜひ見てくださいね。またね。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。ラナちゃんも今日のコラボ本当にありがとうございます。楽しかった。コリちゃん、もうマンズに怒らないように頑張ろう頑張ろう OK、 またね。またね。